今日の生かした偉人は草加玄瑞。長州藩の藩士であり、松下村塾では高杉晋作らとともに尊王攘夷に向けた活動を行っておりました。またかの有名な漫画銀魂の坂田銀時のモデルとも言われていますね。しかし彼は禁門の変にて夢半ばにして亡くなります。そんな玄瑞、実はめちゃくちゃモテたのです。悔しい。身長は180超えで色白のイケメンかつ美声の持ち主だったそうです。そんなイケメンを手に入れたのは他でもないあの吉田松陰の妹であるフミでした。しかし結婚する前はあんなブス興味ねえと言っていたが、仲人にお前妻を容姿で選ぶんか、見損なったわと言われ結婚したそうです。皆さん、人の価値を自分の物差しで決めつけるのはやめましょう。今日はいいこと言ったわ。ではまた。